今日はどんなお話を。ですね、今日はですね、アメリカでですね、UFO の目撃例がものすごい上がっているという話とですね、はい、UFO が目撃された州ランキングを発表したいと思います。州ランキング、はい、はい。2018年のですね、目撃例が、3456機 UFO が目撃されたと。そして去年ですね、去年突然増えたんですよ、 UFO の数が、これがですね、6340機の目撃例が報告されたと、うん、はい、倍増してますね、はい、うん、さらにですね、今年に入ってから2020年の3ヶ月の間にですね、目撃情報は、19年のですね、同時期と比較して倍増してると、まあ、倍ゲームで増えていってるということなんですね。こんなに目撃数が倍増してるっていうのは、なんか理由ははっきりしてるんですか？ですね、まあ、最近、地球と宇宙の距離感がですね、ものすごい狭まってるっていうのがありますね。まず一つは、宇宙人とチャネリングして交信をできる人が増えたっていうのがありますね。宇宙人と友達になってですね、呼んでるという例がすごい多くなってるというのが一つで、そしてですね、まあ、もう一つは、まあ、前々から言っているその地球性 UFO の存在ですね。はいはいはい、はい、前に話したブラジルの UFO 大量発生事件とかと同じくして、うん、これも、その地球をですね、その意のままに操りたいと思っている闇の組織が地球性 UFO をたくさん飛ばしている状態なので、うん、それによって目撃例が増えているというのも、まあ、一つかなと思います。で、一番その見られた州なんですけど、それがですね、アイダホ州だそうです。はい、アイダホ州、はい、はい、で、アイダホ州では、10万人あたりの目撃例がその 9.18 人いたと。例えば向こうのアメリカの野球スタジアムとかめちゃめちゃでかくて10万人規模の会場あると思うんですけど、10万人の中の10人が今年 UFO を見たと報告してるようなもんですかね。はいはい、まあ、アイダホってネバダ州にとても近いですね。ネバダ州の、ちょうど上あたりにあるかなので、そのエリア51が近いというのも、ちょっと理由があると思います。ここで、作ってるんですよね、地球性、はい、そうですね、はい、エリア51に、まあ、その地球性 UFO があるというのと、まあ、あとその宇宙人が実際にその基地に来てるという話もあるので、まあ、それでの、目撃例で、まあ、途中アイダホ州を通るのかなという感じですね、うん、北の方から来てネバダ州に抜けていくようなイメージなのではないかと思いますね、うん、まあ、あとそのネバダ州の下に注目してほしいんですけど、はい、ネバダ州の下は、アリゾナ州がありますね、うん、で、はいはい、セドナという町があるんですけど、ここ、はい、UFO がすごい出現する町としてすごい有名なんですね。 UFO がよく見られるんで UFO ツアーなるものもやってるんですね。はいはいはい、はい、でですね、観光客を呼んでですね、UFO を呼ぶというツアーがあるんですね。はい、でその呼び方なんですけど、レーザーポインターで UFO と交信をして UFO に来てもらうというものなんですね。結構行った人は、見られる確率が高いらしいですね。はい、はい、でですね、まあ、その中でですね、さらにそのこの UFO ツアーに参加した人が、宇宙人に誘拐されたという事件がありまして、
で、まあ、特に何かその調べられるわけでもなくですね、あのなんか宇宙人にそのあなたの卵子をくださいとか言われたらしいんですよね、はい、うん、なのでですね、まあ、宇宙人と会ってみたいという方は、まあ、そのこの UFO ツアーに参加すればですね、もしかしたらこの UFO に誘拐されるかもしれないと、運が良ければですけどね、まあ、そういうこともあるので、まあ、ちょっとコロナ明けでも行ってみたらどうかという話ですね。ラジオに、今度出ることになりまして、ABC ラジオで放送されているテレビの見方ラジオのラララというですね、ノンスタイルや井上咲楽さんらが、MC をしているラジオ番組なんですけど、まあ、これのですね、7月18日の回に、出させてもらいました。はい。で、そこでではですね、これから地球に起こるいろんな絶望的なことについて語ってます。まあ、地球侵略でやってくる UFO の話だとか、まあ、これから日本に起こる大地震の話だとか、まあ、そういうことをしております。で、まあ、これ基本関西ローカルなんですけど、順次ですね、LINE ライブや、YouTube の方でも、映像が上がるらしいので、まあ、それが上がり次第、URL をですね、この YouTube ページの方に貼り付けたいと思います。で、繰り返しなんですけど、7月18日の土曜日、まあ、深夜25時からの30分の放送となっております。はい、ぜひお願いします。